こんにちは、刺繍作家のファブリカです。このチャンネルでは刺繍やソーイングのコツをお伝えしていきます。自己紹介はぜひ概要欄をご覧ください。楽しく刺繍をするために糸の下準備をしましょう。買ってきたまま使っても良いのですが、少しの手間をかけることで後の作業がとても楽になります。まず糸の説明をします。この25番の刺繍糸は綿 100% の細い糸が6本寄り合わされた状態で販売されています。この細い糸を何本使うかによって2本取り3本取りというふうに言います。1かせ8メートル入っています。各メーカーのブランド名と色番号のラベルがついています。はい、この状態から使う分を直接引き抜いてカットして取り本数を分けるという使い方でもいいのですが、取り本数以外の残ってしまった糸の色番号が分からなくなってしまったり、あと引き抜くときにどうしても絡まったりしてしまいます。それを解消するのがこの三つ編みです。はい、まずラベルを外します。糸をほどきます。端を合わせて2つ折りにします。揃えてさらに2つ折りにします。また揃えます。これが、3等分になるように三つ折りにします。これで約65センチになります。画面に入らないので図で説明するとこのような形です。止めてラベルに通します。通しにくいときは反対側から目打ちなどで引っ張ると通りやすくなります。ここからここで長さが約65センチです。輪になっている部分をカットします。次に真ん中をマスキングテープなどで固定してください。大体でいいので全体を3等分に分けます。これを緩く三つ編みにしていきます。最後まできっちり編まなくても大丈夫です。
ベルのあたりをしっかりと持ってください。糸は1本ずつ引き抜きます。ぎゅっと持ったまま引き抜きます。このように引き抜きにくいときは針を使うとやりやすいです。押さえる指を糸を抜き切るまでギュッと離さないのがポイントです。刺繍糸は何本取りで使うにしても1本ずつ引き抜いてください。そうすると糸のよじれが取れて糸目がきれいに整います。そして針に通していきます。次は収納方法です。はい、この三つ編みにした状態の刺繍糸を収納する方法です。私が今まで試してみてよかったのはこの中が見える箱に色ごとに分けて収納する方法です。蓋を開けずに中の色がだいたい見えるのでとても便利に使ってました。今はカードリングに色ごとに分けて通しています。赤系統、緑系統というふうに色ごとに分けてすぐ使えるように壁に引っ掛けています。リングをつけたままでも糸が引き抜きやすいので便利です。いかがでしたでしょうか。はじめ少し面倒ですが糸を最後まで無駄なく使い切れますし後の作業がとても楽になります。ぜひ試してみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。